わらわちゃん、元気出して。みんな、父上を謀反人と蔑んでおる。誰も父上の心を分かってくれぬ。父上は誰よりも優しく、誰よりも天下を思っておる。なのに、誰も、誰も。わらわちゃん。支配人、まだ間に合いますか？キャッ、ナオトラ？どうしたの？そんな大きな荷物持って。やっぱり、義母とかやってると、その、なかなか自由に動けないし、本腰も入れられないし。だから、いい家はトラマ。いえ、ナオマサに任せてきました。私、本気です。本気で可愛くなりたいんです。これは落ち込んでる場合じゃないわよ、わらわちゃん。そうです、一緒に頑張りましょう。いい家家訓、悩む前に行動すべしです。そうじゃな、ナオトラの申す通りじゃ。わらわが悩んでおる間にも世は動いておる。役者は揃いつつあるわね。わらわちゃん、この戦場でも例の作戦よろしく。任せよ支配人、可愛い女子を捕まえてみせるのじゃ。